お前は一体何が欲しい？いつも気ままに暮らしていては人を信じられなくなったと疲れた声で話すけど恐れてるだけのことさ。どうにもできずにいるお前を旅に出るなら出ればいいさ。奇跡を信じるならひょっとしたらそれが始まりで新しいお前が見つかるかも。ドアガツガツして他人のことなど考えちゃいないさ。人はそわそわしてお前のことなど振り向きもしないさ。